あーもう今日宿題めっちゃ出たんだけど最悪。いやー本当にあんな出ると思わなかった宿題。もうこんなんだから依頼もまともにできないしさ、依頼最近来てないけど。まあ依頼来てない分さ、やろうよ宿題。ゼアル君に教えてもらおうよ。いやーでもゼアル君も忙しいんじゃないのかな、どうなんだろう最近。あいつ暇だよどうせ。じゃあサンドにも手伝ってもらおうかな、ゼアル君と。もっと無理。宿題がめんどくさいなって思う人はチャンネル登録高評価お願いします。お願いします。いややりたくない、めんどくさい。なんでそんなウキウキなんだよ。あいつらいるかな。いやまあさすがにいるんじゃない今日は。おいいるか。おい、あーもうちょいもうちょいさ、腕の角度ちょっと意識してほしい。あーわかった、ここらこうか。あーうん、どう、そう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 、よし、どう。あーいいねいいね、ほら。わー、でも顔見えてた方がよくない。でもサンドの顔ブサイクだからさ、隠した方がいいって。うるせえな、黙れよ。いいじゃん別に、需要あるんだから。ねえ何やってんの。え、いや写真集出そうかなと思って。写真集、あこれ全部サンドの写真だ。なんかお金くれるって言ってたから。そう、これがね、売れた分の利益の2割あげるぜ、やるくんに。やったー。絶対売れないじゃん、まあまあまあ、こんな。妥当ではあるかもしんないけどさ、下手じゃね、遠くで全部。いやこれ後で編集するから。そう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 。あーこれ最初のとこ、こんないらないだろ、スマホ撮ってる写真なんて。いるよ、いるよ、俺がスマホ見てるところ。そう、テーマは日常だから、学校の日常。学校の日常、待って、ホムヤ君の家じゃないこれ。ちょっと待って待って待って、これお前これ俺ん家じゃねえかよ。え、これ俺ん家燃やしてんじゃねえかよ。そう、ホムヤ君家を燃やすのも日常。日常じゃねえだろお前、学校の日常どこ行ったんだよ。もういいから、もう依頼箱見てくるから。はい、もうそのしょうもない写真す、もう全部撮っとけ、もう。そうだね、おらねえよ、これ売るんだから。おいおい、やめろ、お前いらないよこんなもん。おーやばやば、ねえ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 、ね、何燃やしてんだよ。ねえ返して、俺の写真返せ返せ。もういらないよ。ねえ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 、入ってた。何が依頼と、なんか写真。あ、俺の写真集？依頼と写真が入ってた。俺の写真集じゃん。依頼と写真？あ、本当？写真見る？ねえ、2枚なくなってる！おい！あ、じゃあこれじゃない？これじゃない？これじゃない？これ？うん、これ。はい。これか。どれ？あー！え、うるさいな、なに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 なえ、だから何なのこの写真、別に普通じゃん。違う、右上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 、ほら、おお、なんか写ってるよ。うわわわわわ、本当だ、なにこれ。これいたずらじゃない。ねえ、そんな写真どうでもいいからさ、早く俺の返してくんない。ねえねえねえ、ちょっと待って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 。何これ、これ見て。いや違う違う違う、その写真の右上。ああ、え、なに、なんで、なんで、なんで、写ってんじゃん、写ってんじゃん。え、え、でもこれ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 同じの写ってんじゃん、サンド。サンド、あ、燃やした。サンド呪われてるの。え、ちょっと待って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 、絶対これ関係あるから見よ。あ、なんか中入ってる。そうだから、これとさっきの写真が入ってたんだって。写真だけ入ってたのかと思った。いや依頼も入ってるよちゃんと。ちょっと読むね。読むな。なんで。え、こういうのに関わりたくないから。いやいや、参加です、強制参加です。悪霊大さん。いやでも悪霊じゃねえよ、あっちいなお前。読むよ。必ず心霊写真が撮れると噂の場所があるんです。そこに行って心霊写真を撮ると不幸なことが必ず起きると言われているので調査をしてほしいです。場所は猫鳴きトンネルの奥です、お願いします。だって。何やね、もうやだよそういう怖いのね、ほらやだよ。どうせ加工でしょ。うん、じゃあこれ加工なの。加工だよ。え、ってことはさ、ゼアル君もさっき加工したってこと？違う違う、さっきのなんか映ってたのは、うん、あの光の加減とか屈折で出たんだよ。そうそうそう、そう、そう、これも多分顔に見える何かが映っちゃったの。点が3つあると顔に見えるって言うじゃん。うん、だからこれはな、まあ加工だけど、うん、さっき撮ったのはなんか、あの埃とかさ、光とかそういう感じのやつでしょ。じゃあゼアル君の目も点々だから埃ってこと？なんで埃なんだよ。まあいいや、とりあえずちょっとさ、どうせ依頼もないし、この猫鳴きトンネル行こうよ。行きたくないよ。え、別に寝かせないよ。他のみんなで行ってきてよ。私今日は行かないからね。お前最近ずっと行かねえよな。怖いのじゃなかったら行ってたよ。でも怖いのはちょっと本当に無理だから。いや別に怖くないじゃん。
いや怖いじゃん、幽霊だよ、ほら幽霊じゃん、どう見てもこれ。何を言ってるのかわかりません。いや、みんな頭おかしいよ。今日も行かない、絶対行かない。サンドロイドは行くでしょ。え、行かない。キモ、久しぶりのイラだったとしても行かない。暇持て余しすぎだろお前ら。暇じゃない。じゃあ何してんだよ。この写真集を完成させなきゃいけない。売れないだろこんなん。だから少なくとも俺の母ちゃんは買ってくれるから売れるよ。それの100円じゃない。100円じゃない、これ5000円で売ろうと思ってるから。高すぎだろ、誰も買わねえよ。俺の写真集を見たい人はチャンネル登録とコメントで欲しいって教えてくれよな。キモ最後の。これ100冊買ってくれた人は俺と2人のダブルデート券も売ろうかなと思ってる。いらねえ、もうこんな設定もかかるねえ。ねえ、おい壊すな。お前もう帰ってきた時覚えてけよ、その髪の毛全部なくなってるから。え、誰か分かんなくなってるから。あぶーん、危ない危ない。何をしとんねん。ねえゆんちゃん、ゆんちゃん降りれる。ほら降りれないかも。ちょ、助けて。もう普通に火事だって。助けて。じゃあ行こう。これで行くの。ゆんちゃん、ゆんちゃん消しとけよ。無理だよこんな、ちょっと大変だよ。反省の炎に巻かれてお前は黒焦げになって死ぬかもね。最後弱だいぶマイルドになったな。やだよ、バイバイ。え、俺このまま帰っていい。ダメに決まってんだろ。おい、着いたぞお前ら。おお、なんか何撮ってんの。ねえお前ら自由すぎるって、何写真撮ってんだよ。俺自撮りできないからさ、撮ってくんない。写真集のさ、写真まだ必要だから。まだ言ってんのかお前。いつまでも言うよ。はいはい、分かった分かった。いいかも、写真集売れないかも、うん、売れないからさ。違う、でもお前の写真撮り方が下手なんだよ。まあ、それもいいよ。へったくその引きで撮りやがって。もう早く早く行こう。写真の腕を上げろ。てか、あれは、はぁ、もうやだ。あ、そう、無理やり連れてきたんだった。なんで、私もいかなってきないの。お前前、来い。なんでじゃねえよ、てめえ。えー、お前も俺の写真集手伝え、バカ。やだよ、そんな手伝えたくない。うん、パンチ、正義のパンチ。うるさいな、早く行くよ。もう、なんで。あ、ほらほらほら、これこれ、猫鳴きトンネル。ほんとだ。このボロボロのとこ危ないよ、やめよ。ついてきてください。痛くないな。こんなところ行くから呪われるんだよ。そうなんだよ、バカじゃん。でも依頼だからしょうがないじゃん、依頼だからしょうがないじゃん、依頼だからしょうがないじゃん、依頼だからしょうがないじゃん。まあ取り憑かれてる、依頼の化け物に。うるさいなお前。依頼の化け物だから取り憑かれてるんだよ。あ、進めないよ。何、ごめん、俺の発作が出ただけだけど。何言わせて。怖いんだけど。発作に取り憑かれてんの。これこれ、いけないよ、ダメだよ、もう行くのやめようよ。いや、こうやってほら、こうやって行けばいけるやん。ねえ、ねえねえ、不法侵入だよ、そういうの。そうだよ。いや、いつもサンドやってんじゃん。そうだ、知ってんだ、不法侵入っていうのは。人の敷地に勝手に入ったりするのダメなんだよ。人の敷地に勝手に放火するのはどうなの。それ関係ない。関係あるだろ。はい、よーし。おい、いけねえ、無理だ、帰ろう。待て待て待て、待て待て、お前何でしょ。そんなお前ちゃんと行けよ。早く行けよ。行けねえじゃん。行けない。お前、いや、行けねえじゃないよ。お前わざとやってるだろう。えっ、おー、ナイスナイス。はい。いや、ね、おいさ、それはこうわざとだから。お前マジキショイって。お前マイクだよ。俺の後ろくっついてくんだよ。違う、お前の方がキモいだろ。違う、お前がサボってるから押してやろうと思ってんだよ。押さなくていいよ。ちゃんと言って、ちゃんと一発言って。はい、もういけるやん、最初からそう押してよ、はい、もう落とせ落とせ、もうかわいそう。え、なんか、もっと。なんでさ、毎回こういうさ、ホラーみたいなのしかさ、怒んないの。そうだよ、こんな依頼受けなくていいの。誰かが望んでんじゃないの、ホラーがいいって。望んで、うるせえ、はい、黙れ。やば、めっちゃ言うじゃん。めっちゃ言うやん。早く行こう。ち、悪っ。あれ、で、そういえばさ、ここで、なんか、心霊写真撮るとかなんとかなって、ね。あ、そうだった。じゃあ、サンド撮ってやるよ、俺が。え、やだやだやだ、やめて、俺じゃないのかい。いや、だって写真欲しいんでしょ。欲しいけど、心霊写真のやつは日常じゃない。いや、だからいいじゃん、心霊スポットで撮ってきたよーってピースすればいいじゃん。日常じゃない。うるさいな。違う、俺の写真集はサンドの日常っていうのをテーマにしてるのに、なんで心霊写真が出てくる。でもさ、日常の中にお前依頼入ってんじゃん。入ってねえよ、バーカ。入ってんだよ。やば、依
れろ。やばいやば。入れろ。ちょっと特別感入ってなかった。入れろ。待って待って待って、ゼアル君信じてないからゼアル君の方がいいって。あ、じゃあゼアル君だったらいいよ。え、じゃあさ、なんかあっちになんか小屋みたいななんかボロいのあるからそっちで撮ろうよ。そこで撮るの、ね、まあいいけど。でももう夜だから帰らないと。じゃあ撮ったらすぐ帰ろう。ダメダメ。ほら早く。いいよ。撮ったら帰る、撮ったら。え、ユンちゃんも映る？あ、じゃあ私も撮ろうかな。せっかくだし。お前ビビってたんじゃねえのかよ。いや、撮るよ。すぐ帰るから。行くよー。いやー、いいよー。可愛く撮ってんねー。はい、チーズ。オッケー、撮れた。あー、ほんとに。見して見して。はい、どうぞ。ねえねえ、でもさ、ようよう考えたらさ、うん。二足歩行の犬とさ、黄色いやつがさ、こんな崩れた家の前で撮ってる写真、意味わかんなくね。いや、まあ、まあ、記念撮影。試しだから。そうだよ、文句言わない。ほら、可愛く撮れたんだから。やば、やば。なになになに。どうしよう、レース死んだ。ん？何？うわー、びっくりした。撮れてる、映ってる、映ってる。どれ？でやえ、なになになに、刺されたのお前は。ほらもう、え、え、なんかトンネルから、あ、え、怒んなよ。何がやらったんだ、怒んなよ。やっぱ心霊写真撮ったら不幸なこと起きるって書いてあったじゃん。これこれだよ。ドアの模様とかじゃないの。いや、ないだろ、だってないじゃん、ほら。そうだよ、こんなのなかったじゃん。写りとかじゃないの。もう無理だよ、サンド。大丈夫だよ。しょぼけんなよ、お前ら。ねえ、どうすんの、どうやって帰んの。いや、もうでも、いや、もうこっからじゃ、ね、閉まっちゃったから別のルートから探さないといけないじゃん。ねえ、ねえ、心霊写真撮れる場所にさ、うん、入っちゃったってこと。閉じ込められて、どうやって出るの。確かに一旦やばいか。そう、一旦やばい。ゆうちゃんになんか話してる場合じゃないよ。早く帰ろう。出口探そう。でも絶対別のとこあるはずだから。おお、だんだん状況がつかめてきた。うるさいな、この赤野郎。うるさいな。おい、まずはお前からだぞ。これ撮ったやつが呪われるんでしょ。てか不幸なことが起きるんじゃないの。いや、もう見た人全員じゃないの。いや、俺関与してません。いや、関与してない。出た出ないとかじゃない。ハイサンド関与した。ハイサンド写真見た。知りません。ハイサンド写真見た。はい、知りません。バカはサンドでしょ。あ、待って、もうさ、うん、撮っていい今。いや、なんで。また映るって。もう映っちゃうから。じゃあ待って、ゼアル君信じてないからさ、ゼアル君撮ってみてよ。いいよ。俺もう信じて、もう精神が崩壊しちゃったよ。二人で撮ろう。うん、二人で撮ろう。ね、記念写真撮ろう。やだ、ね、いいじゃん、ね、いいじゃん、ね、近寄らないでよ。ねえ、おい、やっと撮るよ。お前、せっかくここまで来たんだからさ。ほんとにキモい。じゃあ撮るよ。ねえ、やだ、マジで無理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 。おわがまま言わない。撮るなよ。安くしとけ、お前は。いいよ、だって。いいよ、いいよ、いいよ。はい、チーズ。はい、撮ったよ。どれどれ、見してよ。もう撮った、見して。もう別に何も映ってないでしょ。やだ、やだ、絶対やだ、やだ。うわ、うわ、うわ、サンド見て、サンド見て、サンド見て。うわ、怖いよ、怖いよ。絶対見た方がいい、絶対見た方がいい、絶対見た方がいい。サンド、見て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 。埋めんなよ、お前、おい。サンド、タタロウ、やだ、見たくない。呪われるもん。大丈夫だって。え、待って待って、大丈夫って何。え、大丈夫だよ、見ろ。大丈夫、何も映ってないから。お前、ギャーって言ってたじゃん。さ、サンドの後頭部剥げててギャーって言ったの。お前、髪むしり取ってやろうか、それ。何にも映ってないね。ね？なあ、何にも映ってないんだ。本当にビビってるよこいつ。あ、あれ、オーブだよ、オーブ、オーブ。ほら、あ、なんかオーブってあるじゃん。オーブも光る。オーブはもう心霊だろ。でしょ？埃でしょ？そう、それだよ。それがなんか顔に見えるだけだよ、それ。そうだと思うけどな。後ろの多分背景とさ、ね、同じ。同じじゃないよ。全然同じじゃなかったぞ、言っとくけど。まだまだまだ、もう日が暮れちゃうからさ。あ、そうだ。確かに早く行かないと。もう。早く行こう。どこに行くの？だからもう出口を探すんだよ。そうだよ。救助待った方がいいって。電話ないのに。刑事来ないよ、こんなとこに。スマホ持ってきて。あ、部室に置いてきた。忘れてますやん。先進んでみる。あ、じゃあ、あっち行ってみよう。もう何にもないでしょ、こんな家入ってさ。いや、なんか探ろうって。おっちゃん。なに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 。なんかレバー。本当だ、頑丈なレバー入ってんね。いや、今なんかいたよ、なんかいたよ、怖いのいたよ。いません。いない。いたって、怖いの。ええ、え、なんかまた聞こえるんだけど。足音だったよね、絶対。動物。いや、絶対人の足音だったって。ちょ、待って、さっきからさ、思った。ゼアル君写真撮るの下手だしさ、ホムラ君も写真撮るの下手だから、俺が撮ってあげる。
手じゃねえよ別に。下手だろ。下手とかそういう問題。じゃあお前だったらホコリ出さなくて済むんだな。うん、いいよ。じゃあ、じゃあ取ってもらう。じゃあここでもうこの入り口のとこ取ってもらおうぜ。これでいいよ。なんかやってポーズ。はい。ふなあ、これねカメラの腕はいいんだけどね、モデルの素材が0点だから100点にできるかな。これお前も0点だけどな。はい、チーズ。はい、撮れましたね。見せて、どんな感じ。どうだった。可愛く撮れた。完璧ですよ。何も映ってないって。確定ですよ、このびっくりした。え、なになに、なになに、お前やばっ。なに、やっぱ、やっぱびっくりしてます。何が、え、見たまま気絶した。寝た。え、早く、なになになに。お前なんか俺らが変な方向向いてる時にやっただろ。お前俺さ、俺サンドのいたずらですやん。うん、絶対サンドのいたずらやん。はい、リアクションわざとらしいしさ。うん、お前なんか右手でやっただろ。うん、これサンドのなんか、いや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 、あの、いや、ちゃだってさ、お前らこっち見てたじゃん。俺上向いてたからわかんない。こうなんかちょっと右、私地面見てたからわかんない。じゃあまっすぐ見てて、もっかい撮るよ、もっかい撮るよ。まっすぐ正面見ててね、絶対、うん、じゃあサンドの方向ずっと見てるわ。ずっとサンドしか見ない。あ、それはキモいからやめて。普通にいくよ、せーの、はい。いや、もうやだ。見て見て、普通ですやん。やっぱサンドのいたずらかよ。もうじゃあカメラぶっ壊していいもん。ダメだよ、ダメだよ。それはまあお前のカメラだから知らんけど。で、それぐらい俺じゃないよ。でもさっき映ってたのにさ、今回みんな見たら映ってないじゃん。そうだよ、お前ですやん。じゃあ撮って、じゃあ撮って。いいよ、まあ、いいから探せ。こんなことしてる場合じゃないって。なんかよくわかんないレバーゲットしたんだしさ。やばいよ、もうだってもう、どこで使うんだよ。ほらもう夜中になっちゃうよ。おい、もう夜じゃねえか。死ぬよ。死なないよ、大丈夫だよ。早く行くよ、大丈夫、行くよ。ねえ、ま、反対側にもあったよ、こういう家。本当に？うん。びっくりした。砂利？砂利？なんで砂利？あれじゃない？葉っぱから落ちてきたんじゃない？いや、落ちるわけねえだろ、こんなの。え、そういうことだよ、はは。そうでしょ。強い、でも早く行こう、怖い怖い。ずっとビビってるやん。あ、でもあっちの家綺麗だよ、なんか。あ、ほんとだ、他のところに比べると綺麗だね。なになになに？いや、なんか落とした。元砂利だ。元からあった、元からあった、あった。そうだっけ？あった！わかんない、わかんない、行こうじゃん。でもほら、だってさ、そうじゃん。だってさ、ほら、こっちにも砂利2個あんじゃん。ほら。あった！ここにもあるし、ここにもあるし。ん？何？砂利なんていっぱいあるよ。なんか石が落ちてきたよ。落ちてくる石も。危ないね。落ちてくる。落ちてくる。晴れのち石や。怖すぎだろ、晴れのち石って。家綺麗だな。そう、これ綺麗なんだよ。なんか檻みたいなの。ホムラの頭に石落下して。しない。取り憑かれてるんだ。何？なんなん？うざい。おお。うわあ、ほら。ほら、お前なんか言ってるから。あ、雨の地震だ。入ろ入ろ。ほら、サンド。お前じゃん、やっぱ。え、今俺に落ちてきた？お前じゃなくて。いや、お前だろ、今落ちてきたの。俺の願いが届いた？自分にね。ホムラに石を落ちてこい。ほらほらほら。ほらほらほら。ホムラです。ホムラに石を落としてください。お願いします。サンド、死ぬ死ぬ死ぬ。お前だ、ずっと。危ない危ない。危ない、サンド。え、もうこんなんもう心霊現象なんでもないじゃん。心霊現象？心霊現象でうるせえな。でもこの家綺麗だね。ちょっと見てみようよ。ね、勝手に開けていいの？ん？なんかドラクエみたいにいいんじゃない？ね、こいつが一番激ヤバだよ。こいつずっとヤバいよな。ね、一番怖いかも、心霊現象より。確かに。心霊現象が一番怖いよ。なんかいるよ。何？え？何が？え、何？え、今いたよ、ここに。なんか何が？誰もいないじゃん。え、さっきの写真の。どれ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 。何何何、うるさいな。そうそいつ、そいついた、いた。ねえ、これサンドがまたなんか言ってるだけでしょ。ちげえよ、バカかす。サンドが言ってるってことは。じゃあ、そうだ、誰か撮って。撮ってない人。さっき撮ったじゃん。じゃあ私撮るよ、今度。ゆうちゃん撮ってないでしょ。あ、撮ってない、じゃあみんなそこ並んで。今ここにいたから。ここっぽい感じにする。じゃあこれでいいや。おい、バチ当たるぞ、お前。え、じゃあ撮るよ。今水道動かなかった？誰かが動かしたんでしょ？動かしてないよ。動かしてないよ。でもサンドしか向いてないじゃん。お前じゃん。まあいいよ、早く早く早く。見せて、じゃあ。サンドこっち向いて。やだ。サンドが向かないとちゃんと取れないでしょ？うるせえ、早く俺のケツでも見とけ、お前みたいなやつは。うざ。汚ねえな。じゃあ行きます。はい、チーズ。取れたよ。ほら、みんな見て。うまく取れたと思う。お前いつまで後ろ向いてんだよ。ほら、見るぞ。何？びっくりした。なんかどんどん迫ってきてない？うわー！
うまく撮れてた。びっくりした。そんなに上手だった。いや、写真はゴミクソ下手だけど、見て。え、もうそんな、ここやっぱやばいよ、ねね、なんかこれさ、スカシとかのやつじゃないの、死亡死みたいな。スカシってなんだよ。おい、もう信じろって。もうさすがに信じてくれよ。もうやだよ、怖いよ、帰ろうよ、ね。これさ、なんか本格的に映るのはさ、サンドがなんかあれじゃない、カメラ持ってからじゃない。じゃあ俺が持ってきたカメラで最初ホムラくんが撮ったんだよ。あー、じゃあもともとレンズに入れてたんだ、サンドが。そうで、さ、さっきさ、やっ入れて待って、上上上、うわー、俺も見た今、俺も見た。何何何何何なんだ、何これ何これ。待って待って待って、サンドサンド待って、サンド待って、サンド待って、サンド何これさ、これ侵入禁止のところレバーでいけんじゃない。なんで侵入禁止のところに入ろうとするんですか、バカなんですか。いやでもだって入んないとどの道逃げれないじゃん。こっから地下通路あんじゃない。もう救助待ちましょう、救助。いやでもほら待って、サンドほら出れそうだよこっち。あ、出れるかもしんない、怖い怖い。これ以上この村に入るのは良くないよ。早く行かないと、今石出てきたって。早く早く早く行くぞ。あ、痛い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 、バッチ当たるよ。やばい、痛い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 。やば、なにこれ、変な、なんか宗教みたいなやつなのかな。違う、これあれじゃない、ここで何日過ごしたみたいなって、そういう監禁されてるのか。そういうことか。ゲームで見た時ある、そういうことだ。開けれるから、その中見てみようぜ。ねえねえ、人骨ない。ほんとだ、死んでるんだよここで。これ日数やばすぎでしょ。何日だこれ。ちょっと日記じゃ読んでよ。え、でも読んだら呪われるかな。呪われてるよもうすでに。人殺しの冤罪でこの牢獄に閉じ込められた、どれくらいの時間が経っただろうか。もう耐えられない、絶対に許さない、許さない、呪ってやる、ホムラを。言ってないのかな、ホムラを。何で特定なんだよ。え、なんか文字化けしてる。ねえ、ぜ、ぜ、絶対さ、それあれじゃないの。あ、じゃあ今まで出てきた幽霊ってこと。そうそうそう、その怨念が溜まって出てきてるんだよ。この人、この人、この人、この人って言って踏みつけんなよお前。あ、ごめんね、呪われるお前が。ねえ、出て、じゃあ、そうじゃなくて、どうすんのこれ。とりあえず、おー、死ぬな。出ようじゃねえよ、おい、早く開けろ。じゃあさっきの謝って。どれよだよ。何よだよ。心霊現象サンドのせいだって言ったやつ、俺じゃなかったでしょ。誰だったの。誰だ。いやでも別に監禁されたとってさ。あ、びっくりした、びっくりした、後ろ、早くサンド開けて、サンド開けて、サンド、おい、バカ、おい、開けろって。サンドする、早く、やばいって。じゃあ謝って。ごめん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 、本当にごめん、本当にごめん、俺だった、俺だった。あげてあげて。大人が謝るときは本当にすみませんでしたって言うべきじゃないんですか。あー、もう終わった、もうこいつ、うわー、やばい、早く開けて、痛い痛い、早く、あー、おい、逃げんな、バカ、おい。ねえ、やばい、だってこれ開けたらそいつも出てくるじゃん。だからって俺らも一緒に暮らさなきゃいけないのこれ。うん、突き出てくるよ、早く開けないとサンド。え、でもなんかな、あれ、ほら襲ってこなくない。いや、絶対そっち行く、絶対そっち行く、絶対そっち行くって。ほら、ほら、消えた、サンドどこ行ったんじゃない。開けて開けて、早く、今今今今、何してんの。どこ行った、どこ行った、わかんない、閉めとこ。あ、怖い、逃げよう。どこ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 、消えたの、実害ないのかな。逃げろ逃げろ逃げろ。ねえねえ、あそこ、待って、入った。え、うわ、うわ、おい、ふざけんなって。ちょっと、はい、入ってどうすんの、入ってどうすんの。来てる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 、閉じろ。よし、おわー、貫通してる、貫通してる、早く逃げて、早く逃げて、早く逃げて、どうすんの、早く早く早く、こっちこっちこっち。あ、逃げろ、決めらんない、アドリバー。ねえ、どうするの、どうするの、来てる、来てる、逃げろ、どうしたらいいの、もう場所ないじゃん。知らん知らん知らん、来てない、え、うわー、助けて、やばいって。ねえ、なんか逃げないやついる、ほんとだ。ねえ、なんでさっきまで写真しか見れなかったのに、なんで逃げられんの。ねえねえ、俺のせいじゃなかったでしょ、早く謝って。ごめん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 。大人が謝るときは本当に君ませんで。今やんだそれ。わかったわかったわかった。もう死んでる。どうしたの、これ、追い込まれちゃったよ。え、やばい、え、え、何、サノは言ってない。ね、でもさ、本当に悪いやつだったらここで殺されてるはずだから、実はいいやつなんじゃない。いたー、サノ。え、サノ、え、ちょっと待って、やばい、待って、待って、待って、どうしてる、どうしてる、ホムラくん、ホムラくん、来ないで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 、ホムラくん、待って、やばい、え、やばい、やばい、何、見て、あれ、おい、お前ら、おい、起きろって。あ、大丈夫だったの？俺も大丈夫だけど。え？あれ、みんな大丈夫だった？あれ、やられたんじゃないの？あいつを？なんでお前だけスッキリしてんだよ。あれ、
っていうかここあ、トンネルの前だ。入り口だ。ほんとだ、入り口だ。あれあれ、てか待って、写真がない。種しかなくなってる。あれ、え、ほんとは何も持ってない今。何の話は、襲われたじゃんさっきまで。ん、うん、は、何言ってんの。襲われてないよ。あれ、なんで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 、な、何を言ってるの。夢、え、今いつこれ。知らん。でも夜だよね。いや知らない、だってここ来た瞬間みんな寝たじゃん。え、だから俺寝てたんだよここで。いや起こせよ。だ、起こしたけど起きないんだもんお前ら。だって何回も顔ぶん殴ったよ、シュラーって。あ、だから痛いのか。うらーって殴ってたけど起きなかったから、俺も寝ようと思って寝てた。なんでお前まで寝んだよ。眠たかったからって言っただろ今。うるさい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 。え、じゃあ、え、じゃあ夢ってことか。そういうことだね。何の夢。3人同時に同じ夢見ることあるの。何の夢、何の夢、何の夢、何見たい。はいはいはい、分かった分かった、怖いね。よし帰ろう帰ろう。え、心霊写真結局撮らないの。もういいよ、行くのやめよう、こんなん怖いから。うん、お前らが行こうって言ったやないか、このこの。うるせえな、早く行くぞ、帰るぞ。ちょこいつら、こっち疲れてるよ。もういいよいいよ、帰ろう帰ろう。お前らから行こいって言ったのに、キモいわ。結構夢かよ。うんちやん。